Gentlemen, my name is Yuka Sugita. I'm your customer service manager on today's flight. And on behalf of Captain Iwakura, First Officer Yokoyama, and joint crew, I'd like to extend a warm welcome aboard just off flight GK308 to Narita International Airport, operating in conjunction with our co-partner New Japan Airlines. If your electronic devices, including mobile phones, are equipped with flight mode, please switch to flight mode now. If your device is not equipped with this feature, it should be switched off and remaining off for the duration of the flight. Remember, we are here to look after you, so if there's anything we can do for you throughout the flight, please don't hesitate to ask. Please make your seats comfortable and once again, welcome aboard. ご搭乗の皆様、ただいまより当機の緊急時における安全設備についてのご案内をいたします。前方のキャビンクルーをご覧ください。Ladies and gentlemen, please watch the crew member nearest to you may be the most likely the safety features of this aircraft. ただいまより本日、GO エアバス A320 型機の安全設備についてご説明いたします。ジェットスターを頻繁にご利用のお客様もどうぞ機内安全の説明をよくお聞きください。離着陸の際だけでなく、突然の気流の変化に備えまして、シートベルトは常時腰の低い位置でしっかりとお締めください。シートベルトは先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。レバーを引き上げると外れます。突然の気流の変化によりまして、機体が大きく揺れる場合がございますので、着席の際は常時シートベルトをお締めいただきますようお願いいたします。座席のポケットには安全のしおりが常備されています。これには安全姿勢をはじめとした緊急時の大切な情報が記載されておりますので、離陸前によくお読みください。エアバス A320 型機には非常口が8箇所設置されています。キャビンクルーが位置を示しますので、最も近い非常口の位置をお確かめください。万一視界が悪くなった場合に備えて、お座りの席から非常口まで座席が何列あるかご確認ください。またキャビンクルーは非常口までの経路を示す反光テープの位置もご案内しております。機内には救命ボートとスライドラフトが設置されており、緊急時にはキャビンクルーがこれらを操作いたします。万一避難の必要が生じた場合、手荷物は全て残したまま、キャビンクルーの指示に従い、速やかに避難してください。客室内に酸素が必要な状態になると、自動的に酸素マスクが降りてきますので、手元に引き下ろし、速やかに鼻と口を覆い、ストラップをしっかりと締めてください。酸素が正しく供給されていることを確認してから、お子様や周りの方々の着用を手伝ってください。救命胴衣は座席の下のすぐ手が届く位置に備え付けられています。緊急時は頭からかぶって着用し、体の前でバックルを止めて紐を締めてください。救命胴衣には膨らませるための赤いタグ2つと、膨らみが足りない場合のマウスピース、さらに救助の際に注意を引くためのライトと笛が備わっています。救命胴衣は機外に出るまで膨らませないでください。離陸の際は座席の背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置に戻し、窓の日よけを完全に開けておいてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと締まっていることをご確認ください。機内の安全に関する案内及び表示は全て航空法によりその順守が義務付けられています。機内の備品に不正に手を加えたり無断で持ち帰ることは法律で禁じられており罰金または起訴の対象となる場合がございます。機内はお化粧室を含め全面禁煙で各所に煙探知機が設置されております。説明いたしました内容についてご不明な部分がございましたらキャビンクルーにお尋ねいただくか座席ポケットにございます安全のしおりでご確認ください。
まもなく離陸に際しまして機内の照明を暗くいたします。お手元に明かりが必要なお客様は頭上の読書灯をご利用ください。それでは成田空港まで約2時間の空の旅をどうぞごゆっくりとおくつろぎください。Ladies and gentlemen, for comfort, we begin in the main cabin light. If you wish to continue reading, you will press reading light in the panel above your head.
ションでございます。安全のためベルト着用さえ消えますので、シートベルトをお締めのままでお待ちください。当機降りの際、階段をご利用いただき、バスにてターミナルまでご案内いたします。通常のロッカーからお手荷物をお取りになる際、中の荷物が滑り出ることがございますので、十分お気をつけください。全便到着遅れに伴い、皆様の出発並びに成田国際空港への到着が遅れましたことを、乗務員一同深くお詫びいたします。ご理解ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。ジェットスタージャパンは来年2月28日より初の国際線として、関西国際空港から香港線にデビューいたします。足つぼ占い、食べ歩き、その他魅力がいっぱいの香港へ、片道5990円から週3便にて運行いたします。なお、運行は関係機関の許可が前提であり、また別途2200円の燃油サーチャージ、その他諸税がかかります。予約販売を開始いたしておりますので、ジェットスターのホームページをご覧ください。本日はジェットスターをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。こちらの便、最終便となっております。携帯電話、お土産品、本、傘など忘れ物がございませんよう、今一度お手回り品をご確認ください。 Ladies and gentlemen, welcome to Narita International Airport. The local time is 10 minutes to 10 p.m. for your safety.It is important that you remain seated with the seat belt fastened until the captain comes with all seat belt time. Today, we'll be using the forward door to disembark, and the bus will take you to the terminal. For your safety, please hold on to the handrail as you go downstairs. We sincerely apologize for our delayed arrival today. We do hope it hasn't caused too much inconvenience. Thank you for your cooperation.
Salvador.